ことになってしまったため、せっかくなんで、じゃあちょっと見てみますか、どんな感じか。ででん。そう、ラオーラちゃん、新人ですね。EL の新人の子ですね。うん。ラオーラちゃんへ。ラオーラちゃんがデビューした時、絵が上手な可愛い子が入ってきたと、とても嬉しかったです。直接お話しする機会はなかったのがとても残念です。でも、配信で私の話をしてくれてありがとう。努力家と言ってくれてありがとう。キュウリをくれてありがとう。またいつか会えますように。みなとあくら。こういう感じでね。こういう感じで。なんかラオーラちゃんは、なんか私が卒業発表した時に、結構ね、そう、私の話をしてくれて、で、最後にみんなにキュウリをくれたの。そう。キュウリをくれたから、キュウリをくれてありがとうって。ラオーラちゃんありがとう。続いて。セシリアちゃんへ。お話ししたり会ったりする機会がなかったのがとても残念ですが、セシリアちゃんの赤狼配信を少し見たことがあります。プレイが上手で、自分も赤狼が好きなので、とても嬉しかったです。頭のネジが回っているのが可愛いです。いつか私にも回させてほしいです。またいつか会えますように、みなとあくら。ということでね。はい、ありがとうございます。そう、赤狼配信をね、やってて、DLC かなそう、やってんの。ちょっと、私が知らなかった敵だから、多分 DLC なんだけど、めちゃ上手くて、そう。うん、で、上手いのも気になったんだけど、それよりも、ずっと頭のネジが回ってんのがずっと気になって、めちゃめちゃ気になって、頭のネジ逆回転に回してーなーって思ったみなとあくらでした。続いて。ジジちゃんへ。会ったりお話しする機会がなかったのがとても残念です。でも、デビューした時、なんて可愛い子なんだと思いました。元気なジジちゃんと一度お話ししてみたかったです。いつか、機会があったら私のことも落書きしてください。またいつか会えますように、みなとあくらということで。はい。ね、ジジちゃんはね、なんか落書き配信をしてるイメージが個人的にはあったんで、そう、いろんなね、落書きしてて、ちょっとぜひ書いてほしいなと思ったので書きました。続いて、エリザベスちゃんへ。直接お話ししたりする機会はありませんでしたが、デビュー配信から、強烈に歌の上手い子が入ってきてものすごくびっくりしたことを覚えています。エリザベスの力強くて素晴らしい歌声が大好きです。FPS をやっているのを見て、一度一緒にプレイしてみたかったです。またいつか会えますように、みなとあくら。これね、エリザベスちゃんはマジで、なんか歌が、なんか初配信の時から、とんでもね、強烈な歌声で、ふわ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 みたいな、クソ歌うまい子入ってきたなと思って。ちょっと待って、こんなね、話してたらちょっと時間なくなっちゃうんで、パッ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 と行きたいんですけども、そう、迫力がすごくてね、そう、度肝を抜かれました。次。もここちゃんへ。バウバウふわもこちゃんがデビューしてきたとき、こんな可愛い双子がいるんだとびっくりしたのを覚えてます。もここちゃんの可愛い声が好きです。アクアリウムプレイしてくれてありがとう。アクア色パレット歌ってくれてありがとう。一緒に歌うコラボできた思い出は一生忘れないよ。またいつか会えますように、みなとあくら。ふわわの分もあります。まあね、似たようなもんなんですけども、二人はね。バウバウ、この前の歌枠の後メッセージをくれてありがとう。とっても嬉しくて、これからもいっぱい私の歌を歌ってほしいです。これね、私の歌、いっぱい歌ってもいいですかみたいなこと言ってくれてたから、いっぱい歌ってほしいです。ふわわちゃんの清楚な声が好きです。アクアリウムプレイしてくれてありがとう。アクア色パレット歌ってくれてありがとう。一緒に歌枠コラボできた思い出は一生忘れないよ。またいつか会えますように、みなとあくら。ということでね。はい、こちらもね、ふわもこちゃんはね、歌枠コラボが終わった後もね、ちょっと、お話チャラッとしたんですけども、ふわわになってた。ほんとだ！翻訳間違ってる！でももうこれさ、変えれない！ごめん！こっちはふわわになってんのに、こっちはさ、H になってんだけど、どういうこと？はい、次。ねりさちゃんへ、コラボなどでお話しする機会がなかったのが残念です。でもねりさちゃんの歌はよく聴いてました。英語カバーの「愛して愛して愛して」を初めて聴いた時、すごいってなって耳に残っています。歌の上手なねりさちゃんが大好きです。またいつか会えますように。港アクアということでね、こういう感じで、はい、こういう感じでね書いております。どんどんいくよ。美獣ちゃんへ、コラボしたりする機会がなかったのが残念です。美獣ちゃんはデビューした時から可愛いと配信などでも話していました。エルデンリングや赤狼の配信は何度か覗いたことがあります。可愛いのにかっこいい、ゲームをするギャップが好きです。またいつか会えますように。港アクアということでね、ありがとうございます。ちょっと時間がね足んねえからどんどんいきますよ。しおりちゃんへ、しおりーん、直接お話しする機会がなかったのが残念です。デビューの時、しおりちゃんの声が可愛いのが印象的でした。本や漫画が好き、なんか活字が好きみたいな。同志って、私の好きとは違ったベクトルだと思うけど、好きなキャラクターなどのお話してみたかったです。また使えますように。港アクアということでね。ありがとうございました。そうね、なんか、そう。漫画とかが好きみたいな。続いて。ハクスへ。ハクスは唯一プライベートで一緒に遊んだ海外のホロメンです。水星、トアと一緒に、遊園地へ行けて仲良くなれてよかったよ。アークの時も関わる機会があって一緒に遊んでくれてありがとう。一緒に乗った2人乗りのジェット機でトワスイチームに勝てたことずっと忘れないよ。またいつか会えますように。港アクアということでね。ハコさんね、唯一ベイちゃんはそうスタテンと4人でね遊んだことがあってね、鍋も一緒につついた仲です。はーい。ムネイへ、フェスの時楽屋でとあちゃんに紹介してもらって一緒におしゃべりできて嬉しかったよ。人見知りで上手に喋れなくて、それでもムネイちゃんが元気に喋ってくれてとても嬉しかったです。もっと英語勉強しておけばよかったー。また使えますように。港アクア。ちょっとね、英語が喋れなくてさ、全然ちょっと、パッションで、ね、とわちゃんが頑張ってくれてたんだけど、どうもって私はね、言うしかなかったんですけどもね、楽しかったですね、勉強。いや、後悔、もっとね、英語が喋れたら、海外勢とももっとね、コミュニケーション取れたのになって、後悔だね、結構。クロニーちゃん、一緒にお話ししたりすることはできませんでしたが、クロニーちゃんのマイクラ配信を見たことがあります。同じマイクラのサーバーにいたのに、同じ時間でいたこともあったのに関われなかったことを後悔。これね、時ということで時間もねちょっとねかけてます。関わってみたかった。またいつか会えますように。港アクアということでね。続いてファーナちゃんへ、ファーナちゃんとはフェスのシャッフルユニットでロボちゃんと3人で一緒に歌えてよかったです。ファーナは声がとても可愛いのにゲームも上手で、お、音に来た。つぼうじ RTA で最速記録を出していたと聞いてびっくりしました。いつか RTA 対決してみたかったんです。またいつか会えますように。港アクア。お、こんばんはなの。おアイリスへ。アイリスとは、フェスで会ったりしておしゃべりできてよかったです。チキンをくれてありがとう。歌がうまくて英語も上手なアイリスが好きです。もっと遊びたかった。またいつか会えますように。港アクア。いや、アイリスはねすごい日本語がペラッペラでマジでそう。本当はね、そう、もっとね、遊べたらよかったんだけど、チキンはね、フェスの、なんか、リハみたいなことをやってた時に、なんていうの、下見みたいなエキスポの時にもらいました。アメリアへ。アメリアは顔も声も可愛くて本当に大好きで、一緒に配信外でエイペックスできて嬉しかったよ。英語が苦手で上手に喋ることはできなかったけど、頑張って答えてくれてありがとう。野菜先輩と呼んでくれてありがとう。またいつか会えますように。港アクア。アメリアね、野菜先輩ベジタブルってね、よく言われてました。グラへ。グラとはうれしいで一緒に歌ったりできて楽しかったよ。スタジオで会った時緊張してあんまり喋れなくてごめんね。グラとっても可愛かったよ。ライブにも誘ってくれてありがとう。フォローに入る前切り抜き見たことあるって言ってくれてありがとう。もっと遊びたかった。またいつか会えますようにみなたんくんということでね。グラはね海 C とかライブでねめっちゃね呼んでくれたりしてお世話になりまして、あれあやべえ、もうイナニスからはですね書いたんだけど翻訳がまだ終わってなくて、イナニスへ海 C で一緒に歌ってくれてありがとう。イナニスは絵が本当に上手で優しくて、イナニスが私の卒業前に描いてくれた絵は宝物だよ。うまぴょい伝説でもイラストを描いてくれたり、アクアマリンでのイラストも描いてくれたり、感謝してもしきれません。もっとお話ししたかった。またいつか会えますように、みなとアクアと。ということで、いや、イナニスはね、マジでね、本当にね、絵がうまい。ガチでうまい。マジ、プロで、マジで、本当に、海 C でね、会ってさ、そう、喋ったんだけど、全然さ、忙しくて喋る時間があんまなくて。そうなの。なくてさ、本当はもっとね、喋りたかったし、イナもさ、なんか喋れたそうにしてくれてたんだけど、キアラへ対面してお話ししたり、コラボに呼んでくれて字違う。呼んでくれてありがとう。キアラは本当に綺麗で元気で、私は緊張して上手に喋れなかったけど、それでもお話ししてくれてありがとう。歯を褒めてくれてありがとう。またいつか会えますように。みなとアクアと。歯をね、キアラはね、私のね、歯が可愛いって褒めてくれました。歯を褒めてくれてありがとう。続いて、よいしょ。カリオペ。初めてカリオペの歌を聴いたとき、本当に素敵でファンになったよ。フェスで会ったとき、握手してくれてありがとう。ファンです。配信外で船長と3人でお話ししたとき、あまり上手に喋れなかったけど、お話ししてくれてありがとう。ファンです。ずっとファンです。またいつか会えますように。みなとアクア。はい、ということで。新しくホロライブに入ってきた人が幸せに明るい未来を過ごせますように。よし、ここに眠る。何かあった時ここにねぜひ来れるように。来るのかな、こんなとこ来ねえかもな。